どうも、沖田ゆきです。よろしくです。さあ、今日語る映画は、エイリアン、ロムルス。今年ベストかもしれん。めちゃくちゃ面白かったね。ちょ、俺信じられんくらいハマっちゃって、公開前にね、ディズニーさんから招待いただきまして、エイリアン、ロムルス公開前に試写で見させてもらってたのよ。で、試写で見た時も、ちょっとえげつないぐらいおもろいなと思っとったんじゃけど、俺改めて公開されてから見に行きたいなと思って、IMAX でね、この間改めて2回目見直したんじゃけど、やっぱめちゃめちゃおもろいわ。そもそもエイリアンといえばね、79年にリドリー・スコットが監督したね、1作目エイリアンがあって、そっからね、シリーズが4作目まで作られて、このシリーズがね、その作品ごとに監督が変わっていくっていう面白さがあって、2はジェームズ・キャメロン、3はデビッド・フィンチャー、4はジャンピエール・ジュネっていうね、名だたる巨匠がエイリアンを撮ってきて、しかもその全てにその監督の作家性みたいなのが詰まっとって、撮る人によってエイリアンって面白さが全然変わるっていう魅力がまず1個あると。で、その後ね、1作目のリドリー・スコット監督自身が前日譚としてプロメテウスとコベラントっていうシリーズを作って、一応その静止のシリーズで言うと、これまで6作品作られたんだけど、その後ね、外伝的な感じでエイリアン対プレデターっていうのが1、2作られて、これもね、ポール W.S. アンダーソン中ね、バイオハザードシリーズの監督が、まあ、超エンタメで作っとって、まあ、このエイリアン対プレデターもなんかタイトル聞いたらしギャグっぽいんだけど、普通にめっちゃおもろいのよ。だからエイリアンという素材があまりにもいいもんだから、これまで様々な天才によってね、いろんな味付けされとって、もはや別作品ぐらいそれぞれの良さなんかがあって、まあ、1作目がね、原点に焦点やつって一番好きな人もおれば、まあ、2のね、エンタメに振り切ったおもろさもあるし、中には3が一番好きな、まあ、3が一番好きな人はおらんか。エイリアン3が一番好きなやつはおらんか。いるのよ。今ね、なんかカルト的人気を誇っとって、マジでそれぞれに面白さがあったんだけど、この令和にね、新たなる天才によって、エイリアンが蘇るっていう。まあ、こんだけでめちゃくちゃ熱いわけ。で、その新しくエイリアンを監督したのが、フェデ・アルバレスっていうね、まあ、ホラー好きだったら、ドント・ブリーズっていう映画を撮った人でもおなじみなんですけど、1作目のハラハラ感があり、そして2作目のエンタメ感もあるし、で、これまでのシリーズのエッセンスなんかも散りばめてるっていう、歴代のエイリアンシリーズを、なんか絶妙なバランスで入れてる上に、ヘデ・アルバレスの作家性なんかも凝縮されとって、マジで素晴らしい映画になってたわけよ。なんでちょっと語らせてほしいと。ごめん、だいぶ前工場長くなっちゃったけど、今回ね、このエイリアン・ロムルスについてネタバレありで喋っていこうと思うので、まだ見たことないよ、エイリアンのこと何も知らないよっていう人、大丈夫です。初見でもぜひとも映画館でロムルス見に行ってみてください。なんか俺の中でエイリアンって日本で言うところなんかゴジラみたいな雰囲気あって、要するに庵野秀明監督のシン・ゴジラとか、山崎隆のゴジラマイナスワンとか、その監督の作家性なんかがゴジラの中に投影されとって面白いみたいなのが、昨今のゴジラって結構あるじゃない。で、それに近いのよ、エイリアンって。なんかそれぞれの監督の作家性みたいなのが出ていると。フェデ・アルバレス監督ね、もともとその死霊の腹渡のリメイク版であったりとか、ドラゴンタトゥーの女の続編の蜘蛛の巣を払う女っていう作品の監督なんかもしとって、リメイクものとか続編ものとかをやっとった監督なんだけど、まあ、ドントブリーズでね、オリジナルの作品を作って、それがめちゃくちゃ面白かったって言ってね、映画好きの中でも一躍人気者になったんだけど、城の腹渡なんかを見直してみたんだけど、やっぱずっとね、なんかその兄弟の話っていうのをずっと描いとって、フェデ・アルバレス。役中の妹を治療するために山奥のロッジに監禁しとったら、そこでとんでもない資料に憑依されるっていう、その資料に乗り移られた妹を助けるためにお兄ちゃんが奮闘するっていう話になってんのよ。で、まあ、そこにね、その若者の搾取される、大きな権力に搾取される若者の気合みたいなのもそこに詰まってるわけよ。で、今回のエイリアンのサブタイトルであるロムルスっていうのが、劇中でもね、チラッと一瞬出てくるんだけど、神話の中に出てくる双子の兄弟の名前なんだよね。その片割れがロムルスっていう名前なんだと。だからもうサブタイトルからその兄弟の話っていうのを前面に押し出してるわけよ。で、ここでもう、あ、フェデ・アルバレスなんだなっていうのがなんとなく感じられるわけ。これまでその大きな作品、人気の作品とかのリメイクとか続編とかをやっとって、で、オリジナルでは強盗に入ったらそこに住んどったおじいさんがめちゃくちゃ強かったっていう、まあ、返り討ちパターンのホラーになっとって、で、今作もその若者、搾取される若者が大きな権力から脱するために、まあ、宇宙船の中に侵入したらそこにエイリアンというやつがいて、そいつに返り討ちに会っていくと。だから設定プロットは限りなくドントブリーズっぽいんだけど、でもテーマ性みたいなのはそこに主人公がアンドロイド、まあ、合成人間ですねと、まあ、血は繋がってないけどずっと一緒に過ごしとった兄弟みたいな関係になってるっていうのが乗っかってるから、めちゃくちゃフェデ・アルバレスの映画になってんのよ。で、そこに新しいエイリアンの要素、これまでエイリアンって言ったらもうエイリアン大喜利で
いかにまだ出てないエイリアンの怖さを出していくか、いかにエイリアンの怖さを出していくかみたいなところがずっと描かれていっとって、で、まあ、リドリー・スコットがね、プロメテウスとかで、その、人類という種族とエイリアンとの関係性であったりとか、かなり宗教的だったし、で、そこを、改めてこう、一の原点にちょっとこう、引き戻す感じ、シンプルなエイリアンの怖さの中で、まだ出てなかった怖さみたいなのを描いとって、そこにもめっちゃ感動したのね。だからやっぱそこのこう、フェデ・アルバレスの作家性と、エイリアンというテーマ性がめちゃくちゃうまいこと融合しとって、ほんまに素晴らしい。で、今回ね、その合成人間、アンドロイドのアンディ、こいつがまあ、いい味しとってな。アンディがやっぱり今作のテーマに繋がってるわけじゃん。困り顔のアンドロイドね。ずっとこんな顔しとんよ。ナレン、シーチキンは、うまシーチキンだよな。全然おもろない親父ギャグをひたすら言い続けるっていう、だいぶどぎついアンドロイドで、レインの利益のために動くってプログラミングされてるから、すごい献身的なアンドロイドなわけよ。で、レインは、弟的なね、そのお姉ちゃんとしての兄弟だからっていう人間愛もそうなんだけど、でもアンドロイドだからプログラミングで自分守っているっていうのもわかってるから、そのドライなアンドロイド性みたいなところも利用してるわけよ、どっか。この冒頭は結構アンディ目線から見るとしんどいわけよ。でかい企業に搾取され続けている若者、どれだけあがいても労働階級からは抜けられないっていう搾取され続けている若者も、このアンドロイドっていうそのさらなる弱者、人間の言うことを何でも聞くっていうアンドロイドを利用するっていう、搾取されている側がさらに搾取しているっていう地獄みたいな構図がここにも展開されとって、まあ、結構辛いわけよ前半は。でもそんな中でもバーって出た時に、その日差しがブワーって宇宙船照りつけるんよね。ほんならその日差しを初めて受ける主人公のレインが手をかざしながら、もう日の光を感じるという、あの美しすぎる絵、まあそこ最高なんだけど、映像としての美しさもあるし、若者を主人公にしているからこそ、これはエイリアン・ロムルスならではの面白さだと思うんですよね。で、まあ、そっから宇宙船に乗ってから、めちゃくちゃ振りがあるじゃん。そう、途中なんか X 線のなんか放射線のなんか装置見つけるところとかさ、うわ、絶対これで腹の中に入ったエイリアン見るじゃんってもう、地獄の伏線を感じるし、妊娠しているっていうね、ケイだっけ、妊娠している妹の存在とかも、え、これもし妊婦さんの腹の中にエイリアンの卵見つけられたらどうなるんやろうっていう、最悪な好奇心煽ってきたりするじゃん。ああいう振りの段階で、うわ、もう絶対この後これこう使われるじゃんっていう嫌な種の巻かれ方をしとって、で、そっからこう中盤ね、冷却装置の中に保存されているフェイスハガーたちがいて、このフェイスハガーが、ま、孵化する瞬間だよね。あそこが、アンディが、その再起動している間に、このフェイスハガーがどんどん生まれてくるっていう、俺もあのショットも好きすぎて、今作って、いわゆるその一作目のエイリアンって、まだ一発目だから、どんな映画かわかんないっていうところで、その、いつエイリアンが出てくるかわかんない、なんとなく予想できないっていう、その怖さがあるわけよ。ハラハラするっていう。で、そこにプラスアルファで、誰が死ぬかわからないっていう怖さもあったのね。エイリアン一作目は。今やみんなご存知、主人公といえばシガニー・ウィーバー演じるリプリーだけど、一作目は、誰が主人公かわかんないから、誰が死ぬかわかんないし、船長とかもだいぶ中盤で死んで、もうここで死ぬんとか、誰が死んでもおかしくないっていう残酷さもあったわけよ。そういう意味で、今作は、誰が死ぬかなんとなくわかるし、誰が生き残るかももうわかるわけよ。じゃあどこにハラハラするのかっていうと、やっぱりアンディっていう存在で、オンボロの旧型のアンドロイドなんだけど、こっからアンディがアップデートしていくよっていう生まれ変わりと、そしてこのフェイスサガーが生まれることによって、このエイリアンというシリーズが新しく生まれるよっていう、この二つの意味での蘇生をあのワンカットで描く、あのワンシーンで描く、もうなんかもう優秀すぎてムカついたもんね。新型のアンドロイドにも生まれ変わったと。で、そっからアンディ、新しいプログラミングによって、会社のための利益のために、いわゆるレインのことはどうでもいい、もう人間にはすごい冷酷な判断を下す、ある種非常のアンドロイドになってしまったわけよ。だからここでずっと味方で守られる側だったアンディがちょっと敵っぽいポジションになるんですよね。で、エイリアンシリーズって言ったらこれまでも人間とアンドロイド、人間と合成人間の関係性ってずっと描かれてきとって、アンドロイドと人間、そしてエイリアンっていう、この3つの関係性がエイリアンシリーズ大事なわけよ。で、そのエイリアンと人間の間を行き来するアンディという存在が今作は俺すごい面白くて、中盤のさ、なんかその仲間殺しの遺跡のアンディ、あれもうめっちゃ怖いやん。ずっと真顔で、あそこのスイッチングというか、
どっちに転ぶか分かんない怖さみたいなのもあったし、ほんで満を持して真打ち登場、エイリアンゼノモーフの誕生よ。もうあそこで震えてさ、エイリアンといえばね、まあ、あの HR ギーガーが作り出したあの完璧な造形のあのエイリアンがいて、正直最初に作られたあの造形、あのビジュアルが素晴らしすぎるから、歴代シリーズもまあちょろっと変わってはいくんだけど、基本的なフォルムは同じなわけよ。生体のゼノモーフは、いわゆる男性器、チンコで、卵を産みつけるフェイサーガーは、その女性器、マサコの形をしている。そのやっぱりこう、生殖器、人間の生殖器を気持ち悪いグロテスクなものとして、クリーチャーの中に落とし込むっていうデザイン性の高さを、今作はさらに、そのゼノモーフが生まれる前の眉、サナギみたいなところで、完全にマサコから、チンコがプリーン出てくる。もうなんじゃこれ、グロいし気持ち悪いしめっちゃチンコなんだけど、かっこいいんだよな、あの誕生のシーンね。やっぱ俺らお待ちかねじゃん、これ見に来てるわけだから。ほんでここの誕生シーンが俺はもう秀逸だなというか、うなったなって思ったのが、ここがまあ俺の言うこの怖さ出てなかったな。エイリアンって今までいっぱいシリーズあったけど、まだ 100% の怖さじゃなかったんだって驚いたのが、血ですよね。エイリアンってその特徴の一つに体液が酸でできてるってのがあって、エイリアンの血とかが宇宙船とか人間とかについたら溶けちゃうのね。そこがもう最悪の設定じゃん、もう地獄じゃん。ブリーン生まれて、生まれた表紙に出てきたエイリアンの血で死んじゃうっていう、俺もあそこ震えたのよ。エイリアンの血をぐわーって浴び続けながら、もう手とかぶわー溶けて、最悪やーっつったら、そのまま心臓に血がベッドついて、そのまま心臓を貫いちゃってガクンって死ぬ、あの死ぬシーン最高じゃない。なんかもう、うわー、ガクッとかじゃなくて、もうその、酸が心臓にたどり着いた瞬間、到達した瞬間に、ガクン。でも、即死に近い。このエイリアンの血の怖さって、そこまで描かれてないのよ、これまでのシリーズ。それこそエイリアン対プレデターとかで若干あったんだけど、血をメインにしている恐怖演出ってあんまなかったのね。で、今作って、エイリアン、このゼノモーフの、その身体能力とか、その口から口が出てくるっていう気持ち悪さよりも、その血っていうのを武器に使ってたやん。これが俺はもう素晴らしくてね、感動したのよ。その振りの段階で、その重力装置ってのはこの宇宙船の中にあって、その重力装置をオフにすると無重力になるっていう設定が、振りの段階であったからこそ、後半ね、大量のゼノモーフに運ばれて、もう終わりだって思った瞬間、あのアンディのギャグっていうのを着想を得てね、あのギャグもちゃんと伏線になってんのよ。あれも素晴らしい。そっから無重力にして、うわーってこう宇宙船内を漂う大量の、このゼノモーフたちを思いっきりブワー銃乱射して殺して、で殺したんだけど、その後の血でね、宇宙船に穴が開いたら自分も吹き飛ばされて死ぬから、この血を重力空間の中にこう漂わせるっていう、めっちゃおもろない？マッコもあの瞬間俺は、あ、今年ベスト来たなって思ったもん。俺こういう形で使うのって俺見たことなかったなっていう。やっぱこれまでね、もう45年ぐらい前の映画じゃん。もう何十年も語られて、何十年も擦られて、これまでいろんな監督が撮ってきたエイリアン、また怖かったんやっていう。新しい怖さがまだあったんやっていう感動が俺の中にあったのよ。つまりエイリアンっていうのは殺すだけでも大変なのに、殺した後も厄介なんだっていう。でも鮮やかだったよね、あの使い方。でまあ最後の最後ね、まあ俺が出てくるわけなんだけど、俺あのエイリアンロムルスに出演したのね。ラスボスという形でね、まあ、俺が出てくるわけなんだけど、まあ、あれはね、もう正直その妊婦さんが出てきた段階からなんとなく想像しとった展開じゃない。だからあれも、いわゆるその最初に、アンディっていう存在がコンセクの中にはキーになっとって、正直アンディがコンセクに起きるロムルスだと思うんだけど、アンドロイドがよーとか言われた時に、合成人間と言ってくださいってこう、訂正しとった部分、あそこが、そのエイリアンの合成人間を出す。つまりそのテクノロジーと人間のハイブリッドであるアンドロイドと、エイリアンと人間のハイブリッドである合成人間、その二つの合成人間が出てきて、今作におけるそのロムルスのあの神話の中の兄弟の意味がちゃんと出てくるっていう。まあそこはまあ正直もうちょっとそのサービスショットというか、ああいう気持ち悪さはどちらかというとその前日誕のプロメテウスとかコベナントに近いと思うのよ。あの気持ち悪さ。人間の禁忌タブーみたいなところを超えてくるっていう、そこの倫理観を超えてくるっていう恐怖、気持ち悪さは多分前日さんの方があると思うんだけど、そっちの怖さなんかもちゃんとあって、あいつほんまに俺やったな。もう目真っ黒で、気持ち悪かったなあいつな。腹突き破って出てくるんじゃなくて、ちゃんと生まれ落ちるっていうのが趣味悪かったし、きっしょーだったんだけど、
まあでもああいうところもね、その新しいロムルスとしての面白さとして、出しとったし、結構ね、なんかエイリアン好きの人、特にリアタイ世代のエイリアン好きの人からするとやっぱり原点超えられんとか言ってね、賛否はあるらしくて、ただまあそりゃ一作目が一番おもろいのはそりゃそうじゃない、ちょっと野暮じゃん、なんかもうそりゃそうなんだけどじゃん。ちゃんと映画としてはめっちゃおもろいしね、エイリアン一作目ちゃんと映画としてめちゃくちゃ面白いからより一層そう言われるのはわかるんだけど、俺はこのロムルスはその一作目のスピリットと二作目のエンタメ性、そのまあ、時系列も一作目と二作目の間っていう時系列だから、これまでのシリーズの面白さを抽出した上で今の時代にエイリアンを描くその新しさみたいなところも俺はちゃんと感じれたのよ。で俺はやっぱエイリアン一作目なんか世代じゃないけさ、やっぱリアタイできてないからそこのコンプレックスは俺の中にもあって、まあ、名作映画ってさ、どうしてもこうリメイクとかなると、まあ、同窓会映画になったりとかさ、一作目を見てない俺からするとやっぱり一作目が一番おもろいんかってちょっとこうがっかりした部分もあんのよ。結局一作目なんかいとか、いやまあそりゃそうなんだけどって思う部分があるんだけど、ロムルスは今の時代のエイリアンはこれなんだっていう気概を俺はちょっと感じたのよ。俺はこのエイリアンロムルスのリアタイ世代に生まれてきてよかったなって思うし、今後ねエイリアンシリーズまた令和にそれこそゴジラみたいにいろんなシリーズが作られてほしいなって思う。いろんな監督がエイリアン作ってほしいなって思う。ジェームズ・ワンのエイリアンとか見たいやん。M ナイト・シャマランのエイリアンとかちょっと見たいやん。でやっぱ今作のエイリアンゼノモーフがちゃんとそのアニマトロニクスで描かれとったけさ、CG ではなくて生き物だったやん。そこのこうマガマガしたみたいなのもね、今作もちゃんと終わったから最高だったよね。だからほんまにその旧作のリスペクトもちゃんと終わったし、これまでのシリーズもちゃんと描かれとったし、その上で新しいエイリアンを誕生させたっていうところでの俺は素晴らしさでもう最高でした。以上、起きてるべきでした。バイバイ。はい、雑談チャンネルお遊戯室っていうのを別でやってまして、概要欄にリンク貼ってるんですけど、よかったらお遊戯室の本もチェックしていただければなと思います。あとは SNS ね、 X とかインスタとかもやってるんで、よかったらお願いします。いやー、エイリアンは最高だね。やっぱりそのエンドロールで HR ギーガーの名前がすごいでっかくてその HR ギーガー音体と言わんばかしのでかさ、ほんとギーガーだけフォント違ったもんな。めちゃくちゃゴシックのバカデカフォントで、ぐわー。造形も箱かったよね。なんか爪とかもちゃんと今回生まれてくるシーンから描かれた時さ、生まれてくるところのこうピキッピキッってこう指がこう開いていくところとか、でそのエイリアンのゼノモーフ生まれてくるところでもう何もできずにもういやーってパニックになるケイ、あれ地獄。俺がケイだったらもう気絶して諦めてる。終わりーで、どうすることもできんけ、電話したら、その電話の先には、フェイスサーガーの集団から、こう、慎重に逃げようとしている、主人公たちっていう。電話先も地獄っていう。でも、ちゃんと電話切れるまで待ってくれるフェイスサーガーの空気を見る感じね。いやー、ちょっとね、もう一回見に行きたいぐらい、俺は。ちょ、3回目もう一回行きたいかも。今、吹き替えで見て、で、IMAX の字幕で見たから、4D とかでも見たいけどね。どうしよう、なんか 4D とかでその血とかペチャーってなって、こっからチーってなったら、そこも疑似体験できたらどうしよう、トラウマになるんだけど俺。